Which enemies is the strongest? どっちの敵が強いかってことだよね。さあ、スタートと、あれ、コイン条件があれなんだろうね。ガボンと、アリヘイ君。これはまあガボンでしょう。これ左右で選ぶんだね。これはまあガボンでしょうよ。さあ、ガボンさんが、ファイヤーと打って、あ？あ？うっそ！あ、あー、なるほど。失敗の方はコインがあんまりもらえないんだ。あ、意味がわかりました。なるほどね。マジか、アリヘイの方が強いの。じゃあこれは、これはどっちかな。あ、でも車が壊されるから多分こっちでしょ。 OK、 多分こうだ。多分のこのこかは負けるはず。さあ、スタート。どうなる。ポンポン。あれー、ちょっと待って。全然壊されないじゃん。やばいぞ。これクリアできない可能性があるぞ。どうしようどうしよう。大丈夫、まだ28枚しか集まってない。大丈夫か。ドッスンと、パック。これはさすがにドッスンでしょ。これはさすがにドッスン、あの踏めるからね。ドッスンは踏めるから、これはさすがにドッスンだ。ドーン。ほら、これはさすがにドッスン。オッケー、これはドッスンでコインをいっぱいゲットできましたと。オッケー、50コインめっちゃもらえるじゃねえか。これだけで達成だわ。そして最後ラストと。さあ、ラストは一体誰と誰。クッパとブンブン。あー、どうだろう。でもクッパさ、攻撃ブンブンに当たらなくないってことを考えたら、実はこれブンブンなんじゃない。読めました、これはブンブンが勝つ。頑張れブンブン。あ、ほら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 、イエーイ。ちょっとブンブンせこくないかそれ。せこくないかブンブン。合ってたけど、合ってたけど。合ってたけど、なんか道具使ってたぞお前。いいのか。あー、そのクッパ、いやクッパ生きてるじゃんお前。意義あり、意義あり。最後これはドスンして、サンクスと。あ、いいね、サンクスのこの文字が出てくるのいいね。これでゴールができましたと。あ、最後イチャップのマークもサンクスになった。さあ、これであとは、あれ動かない。あ、動いた動いた。わっほー。さあ、これでニャーオー、これでクリアと。はい、ということで、どっちの敵が強いのっていうコース、なんとかクリアはできましたね。でも全問正解したかったな。さあ、ということで皆さんもよければ遊んでみてください。パニックボタンパーカワー。パニックボタンってなんだろう。はい、キノコ、キノコをゲットして、とりあえずこいつを押せばいいの。はい、押しました。押すと右上が開いて滑る。めちゃめちゃシンプルな、P ボタンコースって感じがするけど、なるほど。切れる前にどんどん押せってことか、これ。どんどん。これでファイヤーポポポンしてからの、オッケー、これでまた P が作動して、急げ急げ急げ。急げ急げ。ポーンと、オッケー、これで P を押して、いや、いいなぁ。これなんかシンプルなコースだけど、すごい楽しいなぁ。待って待って、これ大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫。やばい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 。どうしよう。P、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 P。これ慣れてきたらさ、途中 P ちょっと押さなくてもいい感じがするね。慣れてきたら、もう1個ぐらい飛ばしてさ、全然次に行けるから、タイムアタックこれすごい楽しそうだね。ポン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 。よし。もう一回押してもらって、今度はまた降りて、次は何これ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 。とりあえず P を押すでしょ。で、こいつを、引っこ抜いたら、ドスンが降りてきて道を開けてくれるから、こっちに行けると。いや、作りがすごいいいな。P って書いてある。はいはい。あー、よかった。まだ行ける。よかった。詰んだと思ったじゃん。もうびっくりしたな。これはとりあえずドスンちゃんがあっち行ってくれて。え、まさか。わー、そういうことか。よし、いけるいける。よし。そして、急いで、急いで、さあ、上に、さあ、P を踏んで、どっちに行ける。こっちしか蹴れない。こっちしか蹴れないね。よし。あ、で、こちらに行くんだ。わ、よくできてるぞ、ほんとに。作りがすごいな。よいしょ。急いで、OK。で、P を踏む。OK、P を踏んで、ドスンさんがドーンと降りていって、そいつについていきながら、こうか。行きだ。で、次、この P どうすんの、この P どうすんの。この P どうすんの。いや、じゃ、ちょ、どうしよう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 。はい、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 おー、できたぞ。今の神プレイでは、初めてこんなことになったんだけど。
死んだと思ったのによかった。よいしょ。また P を押して、やばい。いけるこれ、いけるこれ、いける、いけます。あー、やばい。あー、なんとかできてる、なんとか生きてる。なんとか生きてるぞ。でも P を押さないと。P を押さないと。早く。あとちょっとだったのに。さあ、だいぶ戻ってきたぞ。だいぶ戻ってきた。今度こそうまくやりたい。ほい。よし。でもって。ほい。よし、来た来た来た。急げ、急げ。さあ、今度こそ。間に合うでしょ、今度こそ。ほい。さあ、だいぶ戻ってきたけど、何か間違えてる。もしかして、なんか間違えてるかな。あ、ここに P があるじゃん。あ、このとこ P あったんだ。ほい。あー、これでいけるわ。あ、だから遅くて、この P が消えちゃってたってことだ、多分。多分そういうことだ。OK、これで、右の図鑑に入れると。これで、あとは、中間、とりあえず、ファイヤーで倒す、倒す、倒す、道を開ける。P が出てくるから、押す。さあ、そしてまた、急ぐ。どうすんの、これ。あ、バカ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 。あー、そういうことか。いや、これね、P の押させ方のバリエーションが多くて面白いぞ。これで今、デカボム兵に押させて、で、急いで、急いで、こっち行く。で、今度はここで、こいつか、こいつに押させて、次どうすんの？次どうすんの？次どこ行ったり、どこ行ったり、次、え？おぉ、びっくりした！いやいやいや、あんた出てくるんかい、出てくるんかい、出てくるんかい、あー！で、急いでこいつを投げて、こうだ。オッケー、行けた行けた。これで次は、ドッカンするから、何かが変わるんだよね。何かが変わって、ボム兵が出てきて、こうだ。よし。え、どうすんのこれ、どうすんのどうすんのどうすんの。あ、これでこっち行ける。うわ、すげー、よくできてる、マジで。よいしょ、こいつを踏んで、危なー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 い、危なーい、危なーい。でも、ゴールまでの道が見えたんで、これで、クリアしたいと思います。さあ、デカボム兵に押させてからすぐさま、こちらに行く。こいつを押しまくって、P を押してもらう、ドッスンして、でもって、ここでデカボム兵が出てくるから、こいつを踏んで、こっち行く。オッケー。で、こいつを踏んで、いったまあ、いいや、急げ急げ。よいしょ。ここでとりあえず P を踏んで、こう急いでこいつを踏む。よし、来た！どうすんのこれ？右って何？怖い、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 怖い。あ、で、時間以内にこっちに行ったら、てっぺんゴールが取れるんだ。あー、取れなかったけど、よしとしよう。あ、あれで P2 個踏んだらいけたのか。なるほど。ゴール後に見せてくれるのもすごくいいな。はい。ということで、なんとかクリアができました。パニックボタンパカは、皆さんもよければ遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。